道人身事故ニュース速報です。2021年6月8日9時10分ごろ、阪急宝塚本線の豊中駅ホタルガイク駅で人身事故が発生した模様です。阪急宝塚本線での人身事故は今年4件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。